こんばんは、柳橋からという曲を8本の高い調子、これ少し短い三味線なんですけど高い調子で、見本を取って、お弟子さんに送って、その後注意事項を、送るという、あとカラオケも取って送るというのを、せっかくですから映像化して皆さんにもお届けしたいと思います。では初めに柳橋から8本でお取りします。こうしてオンラインのお客さんにはこのように、見本をお送りして、その後、8本の、柳橋からカラオケをお届けします。はっよう、はっ、よう、これでカラオケが取り終わりました。の柳橋から注意事項を録音していきます。まずチントンシャンウンで始まりますね。テキストにもありますように、お願いします。ではチントンシャンウン柳葉橋の場しはしですね。でやもこの間申し上げたようにチントンシャンウンヤ、こう打つ手の二拍子の、この開けた時にヤナギマシバはこうついていいんだけど、それを図に書いてこれなんだけど、棒のね
棒のこの棒の後の方に書いてあるでしょ、丸が。それがまあこ、まあ、気持ち的にそういう意味なんだけど、うん、これをよく見て、まあでもご自分でね判断して、あのそうかなと思ったら歌って、あのついちゃっても離れてもどっちでもいい場合もあるので、それはあの感覚でやってみてください。もう一回いきますよ。やはリントンシャン、うん、やーなーぎってできたらやってくださいね。ではいきますね。やーなーぎましから、あ、小舟で急がせ。この急がせの、セリフは、まあ、あの女の人だったら女の人で、男性でいらっしゃるからもう男の声で大丈夫です。急がせ、かっこよく言ってくださいね。急がせ、三夜終わりで、三夜なんですけど M でもなくでも N でもないんですよ。三夜、そうすると三夜彫りになっちゃうから、三夜、あのこの間ね NHK のラジオ聞いてたら、うんを三夜にゃみたいな感じが一番正しいんだと思う。この日本語のうんの発音は私は M なのかなって前まで思ってたんですけど、うんです。あのガンギング言語のうんがこのところがのうんうんが一番あの奥のうんが正しい日本語です。ですから三夜彫りで、三夜、三夜じゃなく三夜、三夜彫り、三夜彫りです。三夜彫り終わりまして、あ、ドで、これはドでいいと思う。でも DO の O のとこドってド、でもまあ、まあ気にしなくていいかな。ドでの夜風が、これがギング言語のがね、夜風がです。あ、ゾッと、このゾをね、ゾゾッと一三って書いてあるけど、ゾゾゾ、こういう感じ、ゾゾゾゾッとゾッとゾッとってじゃなくて、ゾッとね、ここからちっちゃいの、ここの音、ゾおで大きくなる、ゾゾゾッとゾッゾッとってならないで、ゾッゾッとね、ゾッと身にしむえもんざかんざか、これはもうあの八分音符で、ね、ね、んざかってやってね、んざか君をおおって私回しちゃったけど、おおどっちでもいいです。おお思えばあわぬ昔昔、これが多いか結構ね、あわぬ昔、これ話すときにむかしね、昔はましぞかし、ましぞかしし、ね、これひふみよどう、これもどうしてじゃなくて、どうどうどうで、 D の時はちっちゃくて O で大きくなる、どうじゃなくて、今日して今日、ここもここ話すときね、今日はござんした、あ、そういそうそう間かな、したそうしたそういう、そう、おお、
合ってて、おい今また会えたの、いう初音を聞きに来た、思ったって聞いてね。この間この話す時に、発音するっていうのがお分かりになったので、あの間に歌うことが多分できると思うんですよね。すごく高度なことなので、これをご覧になってる方はもしかしたら理解ができないことなのかもしれないですけど、あなたはできるから、間に入れたり、くっついたりっていうのを見本をお聞きになって研究して、音を送ってください。お願いします。で切ると、でこれをその方に送るんですけども、まあそういうふうに、オンラインレッスンをしてます。この方はね、コロナのことを大変やっぱりご家族の方がご心配なさるので、オンラインでお稽古してらっしゃって、しかもすごく真面目にね、カラオケを送ってくださるので、私の添削が追いつかないくてお待たせしちゃうこともあるんですけども、でも本当にちゃんとやってくれる方なので、実際にね合わせてない曲がもう5、6曲あるかね。ねえ、だいぶ上達なさいましたよ。もちろん対面の時からのお弟子さんなんですけど、でもこうやってカラオケとかオンラインでお稽古しても、上達なさる方は本当にね、お会いしてても上達するんだから、もうオンラインなんか勉強家でいらっしゃるから、上達します。でこういったねテキストを私はその方にお送りしてるんですよ。まあ、その方はとても緻密な人なので、こうやってすごく詳しく書いたものをお送りします。この県政会っていう、寄付法の文化府じゃないんですね、私は。で、県政会の寄付法に基づいた、こうやって数字で書いてあるんですけど、譜面がね、こういう譜面を使っ、私はお嬢さんのを聞いて書いて、やってます。で売り物の譜面とかはやっぱりお嬢さんのとちょっと違ったりするので、私はもう一から譜面を作ります。でもお教えするときはもう書いてあげちゃったりするんですけど、書ける人はね書いてほしいなとは思うんですけれどもね。でもやっぱりお渡しした方が早いので書いた方が上達するんですけどね。でこれも本当はその方にも書いてほしいんですけど、ご自分で。でもやっぱり書いてあげるのがまあ私の親切かなと。その方もプロを目指す方ではないので、趣味でね、ご趣味でなさってらっしゃるので、まあ、こんなに詳しく書かない生徒さんもいらっしゃるんですよ。書きすぎるとね、わからない人もいるんですよね、かえって、なのでこう重要なところだけ書いたりっていうタイプの人もいるし、聞いて覚えちゃうっていう人もいるんですよね。私は本当にこの方と一緒で、すごく緻密に書かないと歌えないし覚えられない、いろんなタイプの人がいるので、その方に合った、教えの仕方ができればいいなと思って、常々まあ自分で改善していってるつもりなんですけどね、なのでまあ、まあ、ご興味がある方は、こういったオンライン稽古もしておりますので、ぜひ、まあ、メッセージかなんかコメントかなんかいただければ、対応させていただきます。また一曲だけ稽古したいっていう人も多分いると思うんですよね、いらっしゃると思うんですよね。でそういう方にもまあなるべく対応したいと思ってるんですけれども、でもこのように私すごく真面目にお教えしますので、熱量の高い、熱量が高くて切れちゃいましたけど、熱量の高い方でないと合わないかもしれないねではそういうことで、よろしくお願いいたします。では、頑張ってお稽古してくださいね。柳橋からよろしくお願いします。